初めての方はね、赤ん坊泣かせるなんてとんでもないなんてことだっておっしゃる方もいますし、びっくりされるかもしれませんけど、日本ではもともと泣く子は育つというふうに言いまして、よく泣く子は元気に育つという、お話から、この泣き相撲というのはもともと各地でやられている行事なんですけども、もうなんかこの泣き相撲をやってるっていうのを初めて知った年にちょうど出れたので嬉しいなと思って、でも普段泣かないのでなんとか泣いて勝ってほしいと思います。